はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2024年令和6年の10月10日の木曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日は10月の10日ということで、私たち昭和世代で考えると10月10日はですね、体育の日という休日でしたけれども、現代では来週の月曜日がスポーツの日ということで、休日が月曜日にずれているということになりますね。で、まあこの10月10日ですから、この2024年令和6年の10月もこの10日をもってまた、初旬というかですね、上旬が終わって、後半からですね、中旬下旬へと進んでいくということになります。今日は結構涼しい朝となっていて、気温もですね、日中で22度ぐらいまでということで、だいぶ過ごしやすいような一日になりそうなので、風邪をひかないように気をつけたいなということと、あと昨日ですね、10月9日の夜は毎月恒例のこの地域の人たちとの会食ということで、ちょうどですね、先だって、先月9月にはこの地域のおみこしがあって、そして先日打ち上げを終えたばかりだったので、いろいろとですね、そのおみこしに関する話題が出たり、それからですね、昔30年ちょっと前ぐらいのそのおみこしの写真を持ってきてくれた方がいて、そこにですね、もう30数年後の自分が写っているということを発見した、この後輩みたいながいたりとかしてですね、結構ですね、この歴史というか、おみこしの歴史と、それからこの移り変わりみたいなものが面白い話題として、昨日はすごくですね、お腹を抱えて笑えるようなこともあり、そして考えさせられるようなこともありということで、非常に有意義な時間となったので、また来月も楽しみにしながら、日々、一日一日穏やかに、そして地に足をつけて、しっかりと学びながら過ごしていきたいなというふうに思います。で、今日ですね、自分なりに学びたい四字熟語については、今日の日本経済新聞朝刊の一面の一番大きな見出しの記事で、この後の音読の題材にも取り上げたいと思ってますけれども、昨日の時点、10月9日の時点で石破首相が衆院を解散したということでですね、この衆院、石破首相衆院解散に学ぶ健康一滴という四字熟語を学びたいと思います。健康一滴って、結構ですね、聞く機会は多いと思うんですけれども、改めてこの四字熟語でもですね、何回かこの健康一滴取り上げたことがあるような気もしますけれども、学ぶためにですね、結構使わない字が、あったりとかするし、なかなかですね、この大勝負みたいな感覚と健康一滴という言葉、実際にですね、どう結びつけるのかということがよく分からなかったりしたこともあったので、この四字熟語で学ぶようになって、そういうことなのかということが、印象的だった言葉ですので、これから先も何度も何度も出てくるかもしれませんけれども、この健康一滴という言葉の意味合いについては、運命をかけて一か八かの大勝負をすることというような意味となっていて、この一滴がですね、このサイコロはサイコロを一度投げることであったり、健康という言葉でですね、天と地というような大きな差を表すということで、勝てば天国、負ければ地獄みたいな感覚でですね、天と地が健康という字から来ていて、そして一滴という言葉でサイコロを一度だけ投げるというような意味があるようです。そういうことで、サイコロを一度投げるような勝負をして、その結果がですね、天に昇るような結果となるのか、地に落ちるような結果となるのかというようなことがあるためにですね、この健康一滴という四字熟語で、運命をかけた一か八かの大勝負というような意味があるようです。で、このですね、石破首相が今回、勝てばですね、当然ながら、政権維持に対して、この基盤がですね、比較的弱いと言われている石破さんも、今回の衆院選でですね、過半数をもちろん確保した上で、できるだけその議席を減らさなければ、それなりの発言力とか存在感というのが出てきますし、やはりここでもしですね、議席を大きく減らすようなことがあれば、その自分自身の座もですね、危うくなっていくし、
自分自身の基盤も、まあ、弱い状態で、なかなかその政権運営そのものがうまくいくことが難しくなってくるというようなこともあるということで、ただやはりこの政治家ともなれば、そして首相ともなればですね、一か八かの大勝負をしなければいけない時というものがあるでしょうし、この衆院解散のタイミングも遅らせれば遅らせるほどやはりですね、どちらかといえば不利に働くというふうにも見られているわけなので、早くやってですね負ける分にはまだ仕方ないけれども、まあ、そのタイミングを逃してしまい、ずる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 していって解散した上に、もし万が一結果が伴わないようなことがあれば、それこそ後悔するということになりますし、この党内の反発というものもかなり大きく強くなってきてしまうということになるわけでしょうから、このタイミングでのですね解散というのも仕方がないのかなと思ったりもしますし、そういう可能性があるのであれば、最初からですねやはりこのきちんと国民に選択肢を示した上で、その上でですね、まあ、予算委員会などを開いて一問一答などやった上で、国民に選択肢を示して解散をするというようなことを言わなくてもよかったのかなと思ったりもするし、そういうことを言っても平気で翻すところがまた政治家たるべきところなのかなと思ったりもするし、結局何をやっても、まあ、勝てば官軍で、負けてしまえばですね、どんなに綺麗事を言っても、自分が言った通りのことを守っても結果が伴わなければ、もうその時点で、まあ敗者ということになってしまうし、これでもし石破首相がですね運よく、過半数を確保して、そして、公明党と合わせてもですね今の 議席から数がそう変わらないことになれば、何を言ったとしてもやっぱり勝てばですね、それで認められるし、自分自身の政権基盤というものがどんどん強くなるということになっていくでしょうから、もう本当に健康一滴の大勝負ということになるんだろうなというふうに感じます。まあ、そのですね意味で、これから先の、10月の27日投開票ということですから、15日公示なので、来週のこのスポーツの日明けの火曜日に、公示されて27日までということで、まあ、戦後最短のですね、この首相が解散に踏み切った、まあ、この自分が首相に選任されてからですね解散するまでも戦後で一番短いし、そして公示からもこの実際の投開票までもですね一番戦後で短い期間ということですから、本当に短期決戦の健康一滴の短期決戦ということになるようですから、まあ、この後ですねその解散に関する記事をこの日本経済新聞朝刊の一面から音読していきたいというふうに思うので、とりあえずまずはですね今日のところは、自分で学ぶべき四字熟語としては、石破茂首相衆院解散に学ぶ健康一滴という四字熟語を学びましたということで、今日もですね昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は39,277円96銭、39,277円96銭ということで、一昨日に比べるとプラス340円42銭、プラス340円42銭ということで、3万9000円台を回復して昨日は取引が終わっています。円ドル相場は1ドル148円55銭から57銭、1ドル148円55銭から57銭ということで、おとといに比べると96銭の円安、96銭の円安ということですから、148円台の半ばぐらいまで円安が進んで、昨日は取引が終わったようです。ということで、今日のですね音読の一つ目の題材については、今日の日本経済新聞朝刊社説の一面のですね一番大きな見出しの記事で、タイトルは新政権の信任と衆院解散で、10月27日投開票ということです。衆院は10月9日の本会議で3年ぶりに解散された。与野党は10月15日公示、10月27日投開票の衆院選に向けて事実上の選挙戦に入った。与党は10月1日に発足した石破茂政権の信任を問う。賃上げの定着など経済政策の具体策や政治と金の問題への対応などが争点となる。与野党は小選挙区と比例代表の合計465議席を争う。首相は解散後の10月9日の夜に首相官邸で開いた記者会見で、勝敗ラインについて自民・公明両党で過半数の233議席と唱えた。解散時勢力は自民党256、公明党32で合計288となる。首相は今回の衆院解散について、
日本創成解散と名付けた。日本の社会の在り方を大きく変える日本創成の試みだと提起。大変革を思い切って実行するには国民の信任が必要だ。我々に政権を託してほしいと訴えた。この政権は地方を守る政権。次の10年を期間として地方創生を再起動すると語った。地方創生を推進する新たな本部も今週にも設け、年末に向け基本的な考え方をまとめると明かした。衆院選で一番訴えたい経済政策を問われ、コストカット型の経済はやめなければならないと言明。高付加価値創出型経済に変える考えを示し、賃金や設備投資をカットする経済から脱却することが必要だと説明した。首相就任後、党内融和を優先して持論を曲げているのではないかとの問いには、党内融和よりも国民の共感を得ることが大事だとも話した。首相は就任から解散まで戦後最短の8日後に解散に踏み切った。国会で予算委員会を開かずに野党からの追及を避けた。政府は10月9日の臨時閣議で衆院解散を決め、同日が会期末だった第214回臨時国会は閉じた。立憲民主や日本維新の会、共産、国民民主の野党4党が10月9日に衆院に提出した内閣不信任決議案は採決せず廃案となった。立憲民主の野田佳彦代表は、党利党略を優先させたと判断せざるを得ないと批判。首相は10月9日、首相として初の党首討論に臨んだ。政治と金や能登半島地震、豪雨の支援、賃上げの定着といった主要論点に議論が集中し、衆院選の前哨戦となった。立民の野田氏は、自民党派閥の政治資金問題を踏まえ、うやむやにして早く解散をする、裏金隠し解散ではないかと正した。臨時国会を延長して予算委員会を開くよう要求。首相は予算委員会の開催は国会が決めることだと反論。野田氏から政治資金規正法の見直しを問われた首相は、お金に左右されない政治を作ることは重要だ、透明性がきちんと担保されるよう努力すると答えた。自民党は10月9日、政治資金収支報告書の不記載があった議員のうち12人を衆院選で公認しないと発表。野田氏は当選したら追加公認するのかと追及。首相は、主権者である国民の判断があれば追加公認することはあると応じた。能登半島地震や豪雨災害への対応で野田氏は会期延長して補正予算を編成すべきだと提示。首相は衆院選後に補正予算案を審議し、早期成立を目指す考えを示した。ということでですね、いろいろな見方もあるでしょうけれども、いずれにしても昨日の時点で、衆院は解散されたということですから、この立憲民主党野田佳彦代表も含めた、野党がですね、どれだけ、この自民党に迫ることができるのかということで、それぞれがですね、それぞれの地元に帰ってもう事実上の選挙戦に入っているということですから、本当に、この解散ということでみんな衆院議員は職を失ったということですから、誰がですね、実際に国会の場に帰ることができるのかということを目指して、みんな死に物狂いで健康一滴の大勝負に臨んでいるということですから、これから日々また10月末にかけてですね、この公示から、そして実際の選挙期間中はですね、報道にもあまりこの衆院選に関して記事が載るということはあまりないかもし、詳しい記事が載ることはあまりないかもしれませんけれども、このですね、実際の結果が出た後、その前後関連する記事が出てくるようなことがあれば、その時に応じて自分なりに学びを深めていきたいというふうに思います。そして2つ目の音読の題材としてはですね、今日の日本経済新聞ディープインサイトというコラムから、日本経済新聞社コメンテーターの村山さんという方のコラムで、タイトルはオープン AI 営利化の不安ということで、オープン AI というですね、
この企業に関するお話となっていますので、まあ、もうオープン AI といえばチャット GPT ですけれども、まあ、こういう企業がですね、どのようにその経営体系みたいなものを、変えてきているのか、変えていこうとしているのか、まあ、それによってこの技術がどのように進化していくのかということをこの記事から学ばせてもらいたいと思います。オープン AI 営利化の不安。サム・アルトマン最高経営責任者 CEO を率いる米国オープン AI が1兆円近い資金調達を決めた。ここでは今後見込まれるオープン AI の営利組織化に注目したい。米欧メディアは NPO の理事会が全活動を監督する体制から2年以内に営利企業に移行する方針を投資家に伝えたと報じる。公益重視をうたうパブリックベネフィットコーポレーションという法人格となり、アルトマン氏が一部の株式を保有する計画が取り沙汰される。私たちの研究は利益を生む義務に縛られない。だから人類に前向きな影響を与えることに集中できる。こう訴えて船出した NPO にとって一大転換だ。会社の在り方や企業統治の観点からどう整理すべきか。これを尋ねる相手として岩井克人東京大学名誉教授は適任者の一人だろう。経済学者として資本主義や会社について考え続け、多くの著書で発信してきた。生成 AI 人工知能チャット GPT のユーザーだというこの岩井氏はですね、岩井氏はこれだけ面白いものを作ったオープン AI の行方にやはり強い関心を持っていた。ただインタビューで繰り返したのは心配という言葉だった。それはなぜか。イノベーション、革新を成功させて持続させるにはどこかに必ず非営利的な要素がいる。そう考えるからだ。これを実現させたのは米国の Google だ。Google の出発点も非営利的だったと見る。世界中の情報を整理し、誰でもアクセス可能にするという壮大な使命を掲げ、邪悪になるなをモットーにしていた。社会的尊敬、文化的環境、就業時間の 20% を自由に使えるルール、非金銭的なインセンティブでの従業員の創造性を引き出した。リスクマネーを確保するため上場したが、種類株によって創業者が圧倒的な議決権を握る。短期の利益を追う株主にクビにされない安心感を従業員に与えた。経営理念などお金では測れない非資本主義的な目標が従業員を長期的な視野での研究開発に向かわせた。その結果、検索で首位となるなど資本主義の物差しで測っても大成功といえる域に達したと岩井氏は分析する。かつてほど非営利的な傾向を感じ取れなくなった Google に代わり脚光を浴びたのがオープン AI だ。 NPO として発足した2015年、人類全体のためになるデジタル知能を進化させると高らかに宣言。2019年に営利的な要素を取り入れ、ハイブリッド組織となるが、利益分配に制限をつけ、非営利性をギリギリで保った。社会的な目的が中核のインセンティブとなって、従業員を奮い立たせ、チャット GPT 実現につながった。岩井氏はそう捉える。しかし、営利化との流れの中で求心力低下を否めない。NPO の理事会が手腕に疑問符をつけ、アルトマン氏に CEO 解任を突きつけたのを境に、幹部の退社が相次ぐ。事業拡大が優先され、AI の安全対策が足りないとの不満が社内に高まっている可能性がある。ミラ・ムラティ最高技術責任者 CTO の退社表明も資金調達発表の直前だった。岩井氏は生成 AI は社会基盤に近い役割を果たし、製品自体に社会性があると見る。営利目的だけで開発されれば、バイアス、混入の疑いなど、AI に対する人々の不信が高まりかねない。さらにオープン AI の今後は資本主義の歴史さえ左右しうると岩井氏は考えている。岩井氏によれば、産業革命以来、産業資本主義が世界を支配してきた。大規模な機械設備を買い、労働者を安価で大量に雇って利潤を得る仕組みだ。1970年代に入ると先進国はポスト産業資本主義へと向かう。
創造的な人材が牽引するイノベーションで利潤を上げる潮流だ。学習するデータ量などを多くするほど性能が高まるスケーリング速が働く生成 AI は、開発提供に大量のコンピューターパワーや電力が欠かせず、担い手に激しい設備増強を迫る。アルトマン氏を巨額の資金調達に走らせた背景だ。ここに産業資本主義的な原理が再び台頭する気配がある。価値の中心に人間がいるポスト産業資本主義がひっくり返ってしまうかもしれない。強欲な資本主義の時代が復活しないか、岩井氏は危惧する。オープン AI は先行きを決める鍵となる。今世界は経済成長だけでなく社会課題解決のエンジン役を新興企業に期待する。若い世代を中心に非営利的なものに共感する空気も広がる。日本でも社会に前向きな影響を与えようとするインパクトスタートアップが増えている。医療や教育、金融といった分野で存在感を高めつつある。社会派の象徴だったオープン AI がたどる道は、後に続く起業家やスタートアップの進路決定に少なからず作用するはずだ。岩井氏は法人の起源は非営利にあると説く。中世の教会や大学などが代表格で、いずれも社会的な目的を持っていた。やがて法人は経済的な活動と結びつき、現代の株式会社制度が徐々に形作られたという。非営利と営利は水と油ではなく連続性がある。ではそのバランスをどう取れば革新的な企業となれるのか。実は普遍的なテーマをオープン AI がくっきり浮かび上がらせた。資本主義を研究する者として目が離せないと岩井氏は感じている。ということでですね、オープン AI という企業の、まあ、移り変わりみたいなもので、非営利的な観点から始まったけれども、実際にはやはりそれを運営していくためにはですね、営利的に、まあ、投資できるようなお金がなければいけないし、そしてそれを投資したら下でですね、当然それなりの結果なり、まあ、それに対するですね、利益みたいなものも上げていかなければ、まあ、それをが成功と言えるのかどうかということも分からなくなってしまうし、お金を投資してくれた人たちに対してもですね、結局それに対する見返りというものも返していかなくてはいけないというようなこともあったりするけれども、根幹的なところにはですね、非営利的な考え方がなければ、それはそれでまた資本主義的な、まあ、利益追求ばかりが先走ってしまうことになるというような心配もあるということで、まあ、その辺のバランスをどう図っていくのかということが非常に難しいですよというような内容だったかと思います。まあ、これほど大きな企業がですね、追い求めていく非営利性と営利性のバランスというものは、私たち、小さな、仕事からですね、計り知れないものがありますけれども、まあ、そういう観点、私たちも自分たちの中でですね、営利非営利はともかく、まず自分たちの生活を自分たちで何とかしなくてはいけないけれども、そのためにはですね、やはり世の中のために役に立たなくてはいけないという、まあ、営利なのか非営利なのかともかくともですね、世の中に必要とされるものに対して自分の労力を、この注ぎ込んでいくというような考え方が、そういう、まあ、今の記事でいうところの営利非営利の考え方に近いかなということがあったので、私たちもただ、お金というかですね、利益売上だけを目指すだけでもダメですし、かといって、まあ、高邁な思想だけでですね、お金にならないような、まあ、この非営利的なことだけを追求しててもいけないという、そのバランスが大切なんだということを学ばせてもらいました。ということで、今日は2024年令和6年の10月10日の木曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けていくことによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。